ルイス・ウィルキンスはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1904年に開催されたセントルイスオリンピックの棒高跳び競技で銅メダルを獲得した。シカゴ大学に通っていたウィルキンスは棒高跳びを得意とした選手で自国で行われたセントルイスオリンピックでも棒高跳び競技に出場した。棒高跳びは予選なしの決勝のみで行われ、 ウィルキンスと同じくアメリカが州国代表のチャールズ・ドボラクがただ一人だけ3メートル50センチの当時のオリンピック記録を更新して金メダルを獲得した。3メートル35センチの跳躍に成功して2位につけたのはやはりアメリカ代表として出場したウォード・マクラナハン、クロード・アレン、リロイ・サムゼ、そしてウィルキンスの4名だった。この4名によって 順位決定戦が行われ、サムゼが銀メダル、ウィルキンスが銅メダルを獲得する結果になった。アスレチックスアットザ1904ストリートルイスサマーゲームズメンズポールボルト、ありがとうございます。